ありました。午前様様月曜日、お相手はおはようございます、アニア・ソアチです。おはようございます、桑原しおりです。アニアさん、はい、今週も元気ですね。はい、元気、はい、いや、もともと元気なんです。はい、うん、ただね、ちょっと遠くに用事で行っとっただけで遠くに用事で行っとった。いや、近くにいたけど用事というか、いろいろ理由があって出られなかったっていう。そういうことでね今さら出所してきましたそうまあもうね、ずっと午前様では先週もお伝えしたし、その前からもね伝えてますけれども、そうそう、我々二人とも同時期にコロナに感染しまして、はい、で2週ほど番組を休んで、休んだんですからね。先週やっとね、我々は今年初めての午前様様をお送りすることができて、そうそう、っていうね感じでしたが、あれから1週間もお変わりなくですよね、はい、全く変わんないですけどね、うんうん、はい、もうもちろんウォーキングもやってます、はい、毎日元気ですね、安心しました、はい、いやだってアニアさん元気すぎちゃって、先週の午前様様何曜日かあれでしょ、殴り込みに入ってましたもんね、はい、横山さんの曜日に2回ほど、はい、いや、やっぱ迷惑かけたし、はい、ね、お礼に、はい、まあそれで大歓迎を受けながら、いや歓迎かどうかは知りませんけどね迷惑やったかもしれない、うん、いやいや、まあ、それで私もね、今週マニアさん元気かなと思いながらオンエア聞いて、元気じゃRCC にも寄っとるわ、元気じゃと思って確認しておりました。安心でしたよ。散歩途中やったからね、ちょうどいいですもんね、はい、私も先週1週間ほどよく仕事もね復帰して、仕事もしながらですよね、はい、まあ一緒にやったんだからね。そうです、そうそうそう、いい1週間を過ごしましたが、うん、ふとね PCR 検査を受けた時のお支払いをしてなかったんですよ、うん、いや、そうそう、はい、で、あ、これどうだろうと思って、まあ、一応お電話したら、陽性だった方はね、体調良くなったらいつでもいいですよみたいなことを言われて、行きますって、はいはい、まあ、行ったんですよ。病院で受けたんでね、うん、私 PCR、はい、で、お支払いをして、でその時に名前とか住所とか生年月日とか書く時に、生年月日1月26日、年齢、今日1月26日、私年齢が50、いやいや、大台乗った、その日に言ってたから、はあ、私人生の初めての50と書くのをPCR 検査の支払いの表かと思ってなんか一応結構人生の節目みたいな年頃じゃないですか、はいはいはい、ね、折り返し地点かなとか思うんですが、うん、人生100年時代のここだったか、私が初めて50って書いたのあ、そうか、そうなるよね、誕生日だった、誕生日にね、たまたま行った日が誕生日だったんで、はいはい、うん、あ、まあ忘れられない50よねと思いながら、今年らしいわって、うん、まあいい、ね、いいじゃん、うん、人生100歳だから、そうそれで、ね、ちょうど真ん中やから、はい、そんな感じの誕生日を過ごし、そうそうまあまあ、まあいい思い出よ。そうなんですよ、逆に言うたら、ね、もう忘れられない思い出になりましたね。そうそう、一生の思い出、はい、うん、まあでも今考えるとね、私も50歳の時に、まあ、ちょっと年上の知り合いが何年か前に50になったからってこう華やかにホテルでパーティーをした人とかいらっしゃったんですよ。ほうほう、はい、で私が司会をしたことがあって、はいはい、そういう華やかな時代もあったけど、今の世の中誕生パーティーなんかないわねと、まずな考えられんね、うん、そう思う、まあ、それはそれでね、まあいいんじゃないですか、まあ、まあまあそうです、はい、いろんなことに感謝しながら、あ、ここまで行きましたねとかしみじみ感じました、うん、ね、なんで、まあ、ある意味ね、いい誕生日を迎えた1週間になりましたが、アニアさん、でももう1月終わるんですよ。だよね、もう今日が最後、はい、今日だからカープがね、はい、キャンプに旅立ったんですよ。おお、そうそう、明日からですよね、キャンプ開始が明日から。あ、そうですね、今日広島から宮崎に、はい、日南でキャンプということですよ。いよいよもうこんな時期になったんですね。ですよね。カープ大好きさんも来てますよ。アニアさん、明日からカープ日南キャンプ、早いですね。カープでもコロナの方増えてますね、心配です、広がらないよう願ってますというのも。いや本当ですよね、8人も出ましたからね。はい、ちょっとねここも心配ですが、なった選手もね、今からキャンプっていう時に残念がっかりっていうね、本人も悔しい思いはあるかもしれませんけれど。そうですよね、特に外国人選手2人、はい、ね、向こうから来てすぐですよ。もうそうかかったのよね、まあ
思うようにいかないのがそういうことですね、今ですよ、うん、はい。まあ、でもねキャンプも始まるし、あとオリンピック始まるんでしょ、あと4日からか4日からでしょ、そうね、金曜日からですね、はいはい、確かね、あと3日、あとちょっと、なんかあの1月何にもしてないじゃないですか、まあ、アニアさんも私もほとんどしてないね、まあね、はい、閉じ込まらなきゃいけない期間があったんでね、そう思うともう終わっちゃうの、もう2月っていう、早いですね、早いです、最近ねこの1週間も早く感じる、やっぱりそうですか、はい、私、まあ、コロナ療養があって、まあ、戻ってきてからランニングとかをねもう始めてるんですけど、うん、傷がついたのがちょっと療養してた間に夕方日が長くなった、そうかもしれないね、そうなんですよ、そうちょっと前は5時半で真っ暗だったんですよ、うん、暗くなっちゃった、12月とかってまだ、ね、で久しぶりにちょっと走るじゃないですか、そしたらあれえ今え5時半えこんな明るいって感じ、うん、だからあ春は来てるんですよ、来てるね、寒いけど春は来てます、そう思ってちょっと気持ちだけ明るくしようと思ってますけどね、そんなね1月は何もなかったという人もちゃんと季節は進んできっと今から楽しいこともあると思いながら ね、はい、行くしかないですね、はい、ちなみにアニアさんは日南も行かれるんですかね、行きますよ、はい、一応予定はね、うん、9日から行こうかなと思ってるんですけどね、おじゃあしっかり選手の様子を ね、あんまり近くに寄れないかもしれない、いやいやもう2日か3日行って、うん、この後あの沖縄に行くメンバーが決まるじゃないですか、はい、それとまた同じように帰ってくるんですけど、はい、でまた今度沖縄に24日ぐらいから今予定してるんですけどね、はい、まあ予定通り順調に行ければいいですね、そういうことですよね、はい、だから今もう向こうもね宮崎も結構たくさん出てますからね、どうなるか、沖縄もあれでしょ、そうですね、沖縄はちょっと落ち着いてきたんですけどね、ピークは過ぎたんですかね、そう思いたいですねと思いますけどね、はい、まあ、これから、まあ、もしアニアさんがね行かれたらキャンプ情報なんかも、はい、この番組で伝えていきましょう、ね、はい、まあ、九州到来ということでね楽しい季節がやってくると思って過ごしていきましょうね、うん、では今日のメニューです、今週の御前様会議ですが明かりの話をテーマにお送りします、はい、家の照明だったり街灯とかね車のライト懐中電灯などなどいろんな明かりにまつわるエピソードを教えてください、例えば子供の頃近所の家に空き巣が入ったことがありました、父親が対策としてガレージにセンサーライトを設置しましたが感度が良すぎて風で植木が揺れただけで明かりがつきます、その度に父親が誰か来たと騒いでいました、うん、すぐにそのライトは取り外しました、防犯ライトね、そう感度がいいとちっちゃい虫でも反応しますよね、はいはいはい、あるあるあるビビりますよね毎回、そりゃそうよ、誰が来た、それ分かるもんね家の中で分かるんだからそうね、その他僕は真っ暗な部屋じゃないと寝られません、でもホテルの部屋ではライトのボタンが多すぎてどこがどこの照明なのか分からずなかなか暗くできません、分かります、ホテルではあれは難しいですよね、真っ暗は難しい、枕元にね調整するのがあるでしょ、はいはい、いろんながついてますから、私もホテル療養でそれこそ久しぶりにホテルに泊まったんですよ、うん、まあ、コロナ禍で旅行とかしてないから、はいはい、その時にあ夜真っ暗はこれは難しい、もしトイレに起きた時に訳が分からないと思って、うん、小さい子ね、ライトの調整できますからね、ほんのりだけつけて寝ましたけどね、はい、うん、まあ、などなど明かりの話をテーマに皆さんメールファックスを寄せください、10時20分頃からはアニア総八の直球勝負、今日はカープトピックスと題して先週のカープのニュースを振り返りましょう、11時台は人生の知恵袋冠婚葬祭編、沈没の大臣香炉晴美さんにお聞きします、冠婚葬祭に関する質問やエピソードなどがありましたらお寄せください、コーナーでお便りを紹介した方には大臣のギフトをプレゼントします、午前様様月曜日、では朝の運試し午前様クイズです、このコーナーはおいしい食事は健康のもと川中醤油の提供でお送りします、クイズは今週のテーマ明かりの話にちなんで今日はアニアさんから出題します、それでは問題です、はい、僕はね沖縄から本土に来て都市対抗
出たんですよ、はい、あの補強されてね、大分鉄道に補強されて、あの後楽園行ったんですけど、その帰りに、はい、平和大球場でナイター見て、はい、感動したことがあるんです。へえ、ナイターで平和大球場で感動した、うん、一体何人に感動したの。初めてね、あのナイター見たんです。今までは昼の昼しかやったことない、野球はやったことなかったんですけどね。昔は今みたいにいろんな球場にナイター設備が整ってなかったりしますよね、照明とかね。なかったですね。広島はあの市民球場も最初なかったらしいですからね。あ、そうなんですね、はい、あのだから県営球場で昔は最初やっとったらしいですからね、はいはい、そっかそっか、はい、そう思うとある意味そうですね、ナイターって感動するものかもしれませんね。ですよね、すごく感動しましたね。一体何に感動したか、これは電気代すごいんだろうなって想像したら感動した。まあそこまで僕には余裕はなかったですけどねそんなこと思い巡らず、お金に関してのことはね全く無頓着やったですからいやー結構かかるでしょうよ。かかるんですよ ね、 ね、ただ市民球場がね、はい、昔僕らがあの現役時代は5万円ぐらいだったらしいですよ、はい。今の5万円で考えたらそうでもないけど、その当時の5万円ってやっぱり大きいですよね。結構大きいかもしれませんよね。でもね、あ、よその球場よりは全然安かったみたいですよ、はい、そうなんですか、はい、じゃあこううまく節電してやってたのかもしれないですね。そう思いますけどね。へえ、なんだろう、ナイターで感動した、影ができるなと思った。そうですよね。あれ、まあ、立つ位置によっちゃね。自分の影が長くなるとかね。そうそう。面白いですよね。うん、さあ、一体何でしょう。アニアさんが、要は初めて、こう、ナイター。そう。ナイターを見たのが。試合を見たのが、初めてのが、平和大球場。平和大球場。福岡県のね、はい。はい。あった平和大球場で、そこですごく感動したと。はい。一体何に感動したのか皆さんぜひ考えてみてください。答えはメール、ファックスでお寄せください。メールは gozen@rcc.net gozen@rcc.net です。番組のホームページからも送ることができますので、そちらもご利用ください。ファックスは 082-221-3300 082-221-3300 です。クイズの答えとおところ、お名前、電話番号を書いて送ってください。番組へのお便り、アニアさんへの質問もこちらにお願いします。応募の締め切りはこの後の天気予報が終わるまで。答えの発表は10時の頭。当選者は番組のエンディングで発表します。クイズ正解者の中から、豊潤天然かけ醤油ボトル、減塩タイプボトルと季節のおすすめを1名の方にプレゼントします。皆さん、どしどし番組に参加してください。午前様クイズ。このコーナーは、美味しい食事は健康のもと、川中醤油の提供でお送りしました。平成ラジオバラエティ午前様様、月曜日、RCC 第2スタジオから、アニア、桑原コンビで11時40分まで生放送でお送りします。天気予報です。RCC ウェザーセンターの音藤良平さんです。音藤さん。はい、おはようございます。おはようございます。今日すっごく寒かったような気がします。そうですね、朝は冷え込んでて、まあ、広島市も今まだ1度ぐらいまで下がって、今も3度くらいなんですよね。あ、はい、なので朝はこの時期らしい寒さが続いています、うん、ただこの後少しずつ晴れ間も広がってきそうです、はい。まあ、日中は張り出す高気圧に覆われて青空が徐々に広がっていきます。南部では晴れたり曇ったりと日の出る時間が長めとなりそうです、ただ短い時間での雨のパラつき多少あるかもしれないので、空模様の変化は気をつけてください、はい。北部はやや雲が多めで、山沿いでは午後も雪の残るところがありそうです、はい。雲の切れ間はありますが、広く晴れてくるのは夕方以降となりそうです。また寒気が週末よりもやや南へ下がっているので気温が上がりづらくなっています。日中の気温が南部で11度、北部で8度と昨日と同じくらいなので、まあ、日向では多少暖かさがありそうです。ただもう先週のような暖かさ一旦お休みとなりそうです、はい。あと洗濯物は雨のパラつきがありますので、軒下に干しておいた方が安全かと思います、今週はあと雲の出る時間が少し長めに出てきそうです、特に明日朝ですけれども、北部だけでなく南部でも弱い雪や雨があちこちで一旦降りそうです。
今日より日差しも控えめで、明日は風がやや強めです、なので日中の寒さも少しずつ厳しくなっていきそうです。あさって水曜日頃まで晴れ間もありそうですが、まあ、木曜の節分、金曜の立春と曇り空となりそうです。そこも立春なんですね、はい、そうですね、暦は春になっているんですが、今週ちょっと暖かさ一旦お休みなので、日中の気温が上がりづらくなりそうです。はい、なるほどね。まあ、でもね、なんかあのさっきお話ししたんですけど、少し、ね、日が長くなったりして、あ、季節は動いてるなっていうのは感じるんですよ。そうですね、当時と比べると日の入りがもう30分以上は遅くなっていますので。そうですね、そうですね、夕方のこの 日の長さは感じられてるかと思います。うん、少し明るい時間が長いのは嬉しいですね。そうですよね、太陽が、ね、出ているとこう過ごしやすいかと思います。そうなんですよね、気持ちの上に、なんか儲かったような気がするんだよね。そうそう、儲かった感が、はい、今注意報など出てますか？はい、南部に乾燥注意報出ていますので、火の取り扱いはご注意ください。はい、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。天気予報は RCC ウェザーセンターの音藤良平さんでした。お便り様様です。メール、ファックスご紹介しますね。あの、先ほどね、私がちょっとお話ししたところで、ビンバサミさんがね、PCR 検査って無料じゃないんですかっていうのとかね、シノノメロンの旦那さんも、コロナ関連でお金かかることあるんですかとかね、あの質問が来て、はい、ちょっと誤解があったかもしれませんけど、まあ、私の場合は、まあ、任意で病院に行って検査を受けたので、まあ、お金ね、支払い。そうそうそう。多分その、いろいろ多分パターンがあるんじゃないかと私も想像するんですが、私の場合は自分からまあ心配もあったのもあって、まあ、任意でお願いして受けたっていうところもあって、あの、お支払いはしましたけど、例えば濃厚接触者になって保健所からとかね、そういった場合はかからないはずです。あの、もちろん。で、例えば、あの、私たちホテル療養しましたけど、こちらもお支払いとかは何もないですよね。はい。なんで、はい。あの、ちょっとびっくりされたかもしれませんが、私の場合は任意で病院で受けたからというふうに解釈していただければと思います。はい、うん、さあ、ね、お便りなんですが、デイブリンカーさんがね、明日から2月、いよいよカープがキャンプインしますね。投打ともに噛み合った足を生かした戦術を期待します。ガツガツガッツで頑張ってほしいです。いや、本当その通りですよね。はい、まあ、選手たちもね、まあ、本当にガツガツですよ、今。去年がね、はい、やっぱこう、足を使う野球ということで、テーマ上げたんですけど、はい、全く機能しなかったですからね。それからね、いろんなものもいただきましたが、春うららさんは先日3回目のワクチン打ちましたと、心配していた副反応も2回目とほぼ同様で、微熱と倦怠感、腕の痛みでしんどかったのですが、翌々日にはケロッと治ったので一安心です。引き続き感染対策をしつつ、コロナ収束を祈るばかりです。ですよね、この3回目打った時にね、腕が上がらないぐらいね、痛いらしい。あ、うちの甥っ子がね、この間受けて3回目。はい。さあ、腕が上がらんいうことでね。ありゃー。すげえ、あの、困ってたんですよ。2回目まではそうでもなかったんだけど。そうそう。あの、ワクチンによっても違うかもしれませんけどね。まあね、いろんなあの種類をね、ちょっと。今いっぱいあるじゃん。交互接種したりとかいろいろあるので、ね、うん、もしかしたら、違う種類を足りてっていうこともありますもんね。でも3回目はね、腕が上がらんぐらい痛いんじゃ、って言おった。あの、私も2回目の時とかも、1回目から痛いっちゃ痛かったですよ、腕。あ、そうなんだ。はい。僕は全く感じなかったんですけどね。いろいろこれも個人差がありますから。そういうことですね。はい。まあ、何日かで消えますけどね。1日ぐらい、2日ぐらいかな。2日だったら十分消えるでしょう、ね。ちょっと痛いなってなりました。勝てば好きなアラフォーさんがね、私先週月曜日にコロナウイルスに感染しましたと。うん、一時38度の熱と頭痛、喉の痛みが出ましたが、今は通常通りに戻りました。うん、現在自宅療養していて、木曜日まで外出できません。うん、今日もラジオを聞きながら過ごしますと。ああ、そっか。だよね。8度言ったら結構高かったんだね。ちょっとしんどかったかもしれませんね。ですよ。うん。まあ今はもう通常通りになってるということなんでね、平熱なんでしょう。少し一安心ですけれどもね。うん、そう、こういう時にラジオもう聞くしかなくなったりしますよね。そういうことですね。何もやることできない。聞いてください、ゆっくり。はい、聞いてください。あの、気持ちわかりますよね。そうそう。我々もね。はい。まあ10日間。うん。外に出ないように。僕もラジオ持って行っとったもん。私も持って行きました。まあ
スマホでもね聞けるんで、そうそう、いろんなところでもお楽しみいただいてるんじゃないかと思います。あとオリオンさんがね、お願いがあります。今日は私の父の誕生日、うん、毎日午前様を聞いている父におめでとうの一言を言ってもらえると喜ぶと思います。突然のお願いで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたしますと、うん、お父さん名前どういうか、お名前書いてないから分かんないけど、お父さんだよね。じゃあお父さんで、はい、お父さんおめでとうございます。おめでとうございます。おいくつなんでしょうね。そうですよね。いい誕生日に。でもね、あの、これ娘さん？ん？娘さんでしょう。娘さんだと思いますよ。ね、父の誕生日って、ね、はい、くださってるんで。偉いね。ね、偉い。確かにね。偉いです。自分の誕生日じゃなくてね。そうそうそう、お父さんの誕生日。お父さんを、はい、祝ってあげるいうことはね。うん、お父さん思いの、はい、いいお嬢さんですね。そういうことです。はい、おめでとうございます。そしてなかなかできそうでできないですよ、そういうことはね。そうですね。はい、引き続き皆さんからのメール、ファックスをお待ちしています。僕の作文、私の作文。このコーナーはもみじまんじゅうの錦堂の提供でお送りします。今週から広島市立富山小学校の皆さんの作文を紹介します。広島市立富山小学校は広島市西部の山間部、浅南区沼田町跡にあります。2020年4月から小中一貫教育校として新たにスタートしました。小学生の児童数は75名、学校長は谷田邦子先生です。校内には小学生と中学生が一緒に学び、休み時間になると仲良く遊ぶ姿も見られるそうです。子どもたちは小学生も中学生もみんなで協力すること、そして自ら考え行動することを頑張っています。今日から2週間富山小学校の子どもたちが元気に朗読してくれます。トップバッターは5年生向井大和くんの作文です。タイトルはみんなで楽しく夕食タイム。みんなで楽しく夕食タイム。富山小学校5年向井大和。いただきます。ホテルでの夕食が始まった。スープにエビフライにお肉やらどんどん出てくる。みんなどれから食べよう。豪華すぎてどれを食べればいいのか迷っちゃう。フォークにナイフ、スプーンを使って上手に食べる人を真似っこしながらみんなで食べた。本当に食べ方が分かっていない友達を見てみんなは笑った。なぜならナイフを裏返しているのに気づかずに、このナイフ切れないじゃんと言っていたからだ。それから楽しい会話が始まった。例えばエビフライにエビの頭がついている。みんなはこう言った。いつも食べているのとは違うね。エビフライに頭はついていないはずなのに。豪華なエビフライにびっくりした人が多かった。びっくりしていない人は大笑いだった。味はもちろんとっても美味しくてほっぺが落ちそうだった。食事はやっぱりみんなと一緒に食べるのがいいなと思った。コロナでなかなかこういう機会が減っているけど、安心してみんなで楽しく食事ができる日々に戻ってほしいと願っている。修学旅行でみんなと楽しく過ごした夕食タイムが一番の思い出だ。修学旅行の思い出ですか。いや本当、うん、でも素晴らしいですね、うん、はい、そうですね、やっぱりみんなと楽しく食事ができるってすごくいいことなんですよね。そういうことですよね、うん、楽しいんですね。まああのナイフの使い方やらね、うんうん、エビフライに頭がついてるのも知らなかったいうのもね、いや本当いいとこ見てます、うん、そうですよね、うん、だからみんなでわー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 言って食べたから こういうこともできた、あの出てきたと思うんですよね。そう、今普段は黙食って言ってほとんど喋ることなく喋ること、学校じゃね給食とか食べてると思うから、はい、みんなでワイワイっていうのは本当楽しいことなんですよね。そういうことですね、やっぱ修学旅行のおかげですよね、はい、修学旅行行けてよかったですね。よかったですよ、本当最高な思い出が ねできたと思いますよ。今日は広島市立富山小学校5年生向井大和くんの作文を紹介しました。明日も広島市立富山小学校1年生石田拓人くんの作文をお送りします。お楽しみに。
御前様会議。今週の会議のテーマは明かりの話です。プリプリプリンさん、蛍の光窓の雪と歌われているように、その明かりで勉強してたというお話ですが、本当に字が読めるのか試したことがあります、うん、小学生の頃牛乳瓶に蛍をいっぱい取ってきて布団に潜って本を見ましたが、ピカピカして読めませんでした。子供の頃はいっぱい飛んでましたよって。そういうことですよね。最近は蛍見ることないんですけど、ないないない、昔はね、はい、頻繁にあちこちで飛んでましたよ。私実はあちこちに飛んでましたよって、そうですねって言えない人です。あ、そうなんだ多分私たち世代はあんまり見たことないんですよ。私初めて見たのは中学校の時に野外活動かなんかでちょっとこう山の中にみんなでキャンプで泊まった時に、うん、初めてこうあふわって飛んでる、あれがホタルなんだって思った記憶があります。そうかな、そういうもんかな。まあ都会っ子そんな都会っていうか広島市内ですから、そうそう、なかなかなかったかな。私広島市内のね、都会ってどこ、うん、まあこの辺この辺この近辺そうだ、だからねこの間もねちょっと話が出てね、はい、広島の町言ったらね、はい、アーケード街が町かいうことなんですよね。あのね、町に出るとはよく言ってました。そういうことでしょ。今日町出る系っていうのはいわゆる本通りとかですよ。そう、きっと八丁堀とか神谷町、あ、まあ、本通り、あれ、ね、あれです。まあこの辺でもまあすぐに出られるぐらいの人らは一応この辺も町やけどね。町よ。あれおかしいなこと。いやいや難しいでしょ。みんなね、そう、今日町行く系って言ってました。そうそう。今時の子言わないのかもしれないですけど。ですよね。うん、はい。でもうちょっとこう遠くになると、今日は広島市内に行くとかっていう言い方するのかな。そうらしいんですよ。はい、市内に遊び行ってくるわー言ってね。そう不思議な言い方ですけどね。難しいよね。うん、普通に八丁堀行く系でいいのにね。うん、不思議ですよ。三原とぼじいじゅさんね、山間部の我が家の夜は周辺に明かりがないので真っ暗です、うん、特に冬の夜は空気も澄んでいて星空が満喫できますよって。ああ、はいはい、星空は ね、やっぱり何にも街灯とかがほとんどないところに行くとないとこがいいね。ものすごい綺麗ですよね。そうそう、だからやっぱこうあの田舎行って田んぼの間から見たら綺麗だもんね。それもちょっとした山にあの小高い丘から見たら、うんうん、こういうのもねなかなか都会に住んでる子は分かりにくいんですよ、ね、分かんないでしょうね、うん、はい、と思います。こちらはそろそろ小郎さんは草野球の試合で初めて呉二高球場でナイターをした時、照明の中マウンドの上でわしプロみたいとすごく感動しました。さすがプロも使うとあってしばらくマウンド上で越に行ってしまいました。はいはい、あーやっぱりね。そうそう、向こうもね、うん、ナイター設備つきましたからね。もともとはなかったけど。なかったですけどね。はい、確かに照明に包まれて何かをするってプロっぽいですよね。そういうことですよ、うん、また楽しい、はい、やっぱりあのみんながね一つになれる感じがしますよね、はい、だって我々もあの舞台とかで司会とかするときにピンスポパッタってると、はいはいはい、ちょっと今スターっぽいって思いますよ。でしょうね。いやいや、で私がこう歩くのに合わせてスポットがシューッとこう動いてくれたらで、ね、靴のかかとがはまったりしたらそれは選手の話ステージ上は穴ぼこそうそうないからそんなにないと思うんですけど、はい、あれねちょっと嬉しいですよ、照明当たると、うん、ただね眩しいので時々台本の目があら、あらあらチカチカするはいはいはい、みんなありますけどね、当てる角度によってね、だからあんまりこう照明の方見ないようにしないといけないんですけどね、うん、花水木さんはね、若い頃カラオケ喫茶に何度か行きました。小さなステージがありました。いい雰囲気の曲がかかるとミラーボールが回って綺麗でしたね。初めての方とも手拍子をしたり和気あいあいと楽しかったですと、うん、おー、ミラーボール、昔のディスコ、そう、はい、ありました。ありましたよね、あれは。どこでも大体ディスコはついてた。多分、うん。私もね、あんまりディスコ世代でもないんですよ。行ったことはあるけど、もう私がこう、大学生とかになった頃はブームがこう、下火だったんで。あ、そうなんだ。はい。あ、こんな感じか、ぐらいの盛り上がりはさほどなかったんですけど、はいはい、ミラーボールはありますね。あったよね。うん、はい。
なんかあのミラーボールがくるくる回るところのこう光がこう顔に当たりながらね、そうそう、なんか大人の世界に来たって。昔はだからキャバレー行ってもね、はい、ありましたよ。だからうん、あのちょっとギラギラとした感じがいいんでしょうね。よかったですね、うん、はい、別の異空間に来たような気がしましたもん。こちらはね、あ、こちらも野球のかな。北枕のワニさんは、子供の頃横浜スタジアムの照明灯の形に憧れました。逆三角形がいかにも都会的でなんだかハイカラに映ったんですよねって。そうそう、 あの横浜のはね、うん、綺麗ですよ。そうそうそう、お見た目もね、やっぱそう、あの爽やかな感じがする。あの密集してないような感じでね、あ、はい、余裕があるようなこう照らし方してるかなーいう感じが聞いた。なんですかね、あとその横浜っていう地名とかにもちょっとおしゃれ感とか勝手に感じてるんじゃないですか。ブルーライト横浜ですからね。懐かしい。ライトはね、はい、うん、そうですね、そう、やっぱり街の明かりがとても綺麗なんで、そう、綺麗だった。なんかこう横浜スタジアムっていうだけで垢抜けた気がしてますもんね、勝手に、うん、で逆三角形なのか、おしゃれですね。そう、あの綺麗やったよ本当。うん、もう最初見た時ええー、思ったですもんね。そうですね、はい、今日は明かりの話ということでね、照明とかライトとか、いろいろとお寄せください。午前サム会議その2は11時5分頃からです。目の不自由な方へ音の出る信号機をお合言葉に募金を呼びかけてきた RCC ラジオチャリティミュージックソン。いよいよ今日ですね、1月31日をもって募金の受付終了となります。で、ここでね、今一度募金のご案内をさせていただきます。募金箱を設置しているのは、広島県内の夢タウン、夢マート、レクト、RCC 本社ロビーです。そして、広島銀行、もみじ銀行、広島信用金庫、広島信用組合の 各店では手数料無料で振り込みができます。キャッシュレスによる募金も受け付けています。スマートフォンやパソコンからソフトバンクのつながる募金、LINE の LINE Pay、広島銀行のコイペイを利用して募金をすることができます。詳しくは RCC ラジオのホームページをご確認ください。おかげさまでたくさんの錠剤が寄せられています。ありがとうございます。で、募金は間もなく今日までということでね、終了となりますので、引き続きのご協力をどうぞよろしくお願いいたします。エビア三太郎さんが、ホタルめっちゃいますよ。5月末頃から6月中頃まで僕の住んでいる沼田の川沿いでは毎年乱舞です。へえ。ただ明るすぎる街灯が増えたので光の害で、見えにくくなったのは残念。今日の僕の作文、私の作文の富山地区は公民館を中心にホタルを育てているので、この地区もすごく多く見られるんですよって。はい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 、はあ、そう、最近はね、こうやってホタルが少なくなったから、みんなであえてホタルが来るような環境づくりって進んでくるんで、はい、私たちの世代よりも案外今の子供の方がホタルに出会えてるかもしれない。縁があるかもしれませんね、うん、みんなが意識してるんでね。そういうことですよね。でもホタルってやっぱ初めて見たときは感動しますもんね。いや綺麗、うんうん、ふわーっとね、ちょっとこう追っかけてみたくなるからね。そう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 、なんか捕まえたくなっちゃったりしますけどね。そうそう、うん、それからね、そうそう、季節の話で、シノノメロウの旦那さんは1ヶ月前に比べて出勤の時6時半頃ずいぶん空が明るくなりました、うんうんうん、ただ風は冷たく手袋をしてても手が冷たくなり、バイク通勤には辛いですよといただきました。バイクは辛いでしょうね。ああ、そうですね。顔もね。顔、まあまあヘルメットあっても、いやいや、あってもやっぱり隙間から入るでしょうね。風は入るでしょうからね。でも朝も私あんまり早起きしないからよくわかんないけど明るくなったんでしょうね、早くね。そうですよね、うん、まあまあ、早くはなったね、うん、はい、多少は、うん、多少ね、はい、はい、なんか明るい時間が一日の中で多くなるのはやっぱりなんとなく嬉しいんで、嬉しいですよね、はい、はい、ね。さあ、それでは引き続き皆さんメールファックスお寄せくださいね、お待ちしています。それではニュースです。午前様様、RCC ラジオチャリティーミュージックソン、募金の受付は今日までですからね、はい、はい、もしねご協力いただけるようでありましたらよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さ
さあ、10時を回りましたんでね、この時間は午前様クイズの正解を発表しますが、まずはクイズのおさらいからいきましょう。はい。アニアさんがね、今日は出しました。うん、会議のテーマ、明かりの話ということで、アニアさんが初めて、福岡の平和大球場でナイターの試合を見たとき、まただからプロ野球選手になる前ですよね。はい。はい、ものすごくやっぱ感動したと。はい。ナイターを見て。東映とね、はい、西鉄の試合を見たんですけどね。はい。それ一体なんで感動したのかっていうのが今日の問題だったんですが、うん、もっちゃんはね、ビンゴのもっちゃん、照明がたくさんついていて、グランドが昼間のように明るくて感動したんじゃないでしょうか。いや、それはもう、それなりにね、ライトがね、ねパッパッパッとついた時にね、おおおおって感じだったよ。いや、本当に。うん、そうでしょうね。そう。だから、徐々に明るくなっていくじゃん。はい。一気にじゃないもんね。一気にバーンじゃないですもんね。そうそうそう。うん、ふわーっとだん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 明るく。そう。あれにもうね、ちょっと、おーいう感じだったよ。わかるような気がします。うん、チョルチョルさんね、フライが上がった時、夜空にはっきりと白い球が見えたので感動したんじゃないか。あ、それもありますね。ボールはね、はっきり見えますね。まあ、そりゃね、暗いよりは見えます、ね。デーゲームよりは、ナイターの方がやっぱはっきり見える。あ、そういうもんですかね。と思う、僕は。あれ、どっちなんだろう、あの、照明で、うわ、見えにくいになっちゃうのか。あれは、まあ、あの、うん、ライトのね、加減による。ね、ありますよね、角度とか。角度、そう。あ、まあ、そういったらデーゲームも、ね、同じように太陽ヒットがあるからね。鈴谷、はい、さんはね、選手が一切眩しがってないことに感動したんじゃないか。ああ、そうですよね。サングラスもかけないんだからね。慣れてますよね。え、あれ眩しいって感じることはアニアさんありました？ないですよね。ないですか、はい。まあ、ピッチャーはあんまりないから。ピッチャーは全く関係ないですからね。まあ、あの、フライトが上がった時に野手はもしかしたらっていうぐらいですよね。そういうこと。あの、ライトが低いとこにあったりしたらね。結構あの、松田でもよくライトに入っとるじゃん。ありますよね、時々、ね。はい、西川が特に、はい、うん。ちょっと見失うとかね、はい、ありますもんね。秀才中本さんは、当時西鉄のエースだった稲尾さんの投球フォームを見て感動したんじゃないでしょうか。ああ、それはもう、その時は投げなかったですけどね、はい、見とったら感動したでしょうね。はい、あの当時は豊田中西さんね。バリバリやったっすからね。いや、はい、アニアさんもそうやって先輩方見てうわーと思ってた時代があるんですね。ありますよ、そりゃ。いやいやいや、ね、いや、プロ入ってからでもね、先輩に物言うてもらえんし、話しかけもできないし、はあ、もう見て育っただけですから。じゃあもう本当盗むような感じ。そういうことです。見て技を盗む。見て、うん、もう、見て、覚え、言われてね。わ、教えなかったですよ。わあ、なんか職人かたぎ。いや、本当あの、だから今でこそね、こうして、よその球団とも一緒にやっとるんですけど。最近の選手はね。あの当時じゃないよ、うん。もうそんなことを、チーム内でも、自分で覚えや。うわあ。まあでもそれはそれでね、そこで考える力とかが養われるのかもしれないですね。ですね、はい、だからやっぱ見る目持つ。うん、見て覚えようとするから。そうですね、はい、自発的に。そうそう、うん、それあるかもしれないですね、はい、夕暮れの三日月さんはナイターの試合が終わったらすぐ夜の街に行けるようになるなと思って感動したんじゃないでしょうか。まあそれはもういつもの通りですまあしかもね、平和大球場だったらね、まあ福岡のね、そう、中洲がすぐですからね。あの賑やかなね、はい、歩いて行けるぐらいそうですよね。 うん、そうか、昔は平和台で試合してた頃はプロ野球選手の人たちもすぐだったんでしょうね。そういうことです、ね、宿がね、ええ、やっぱり中洲に固まってますから。そうか、その辺に人待ってたんですね、はいはい、ほさあ、いろんなご意見をいただきましたが、アニアさん、正解は一体どんなことにナイターを見て感動したのか。そうですよね、はい、僕はあの芝生、はい、外野の、はい、ものすごくテカテカ光ったような感じでね、はあ、わあ、僕よそ行ってね、はい、そこのグラウンドで野球 やりたいと思ったことないですよ。甲子園でも思ってなかった。まさかそこでやりたいとは、うん、もう一回やりたいとか言うんじゃない。あのナイター見た時に、はい、すごく感じた。こういうとこで野球やりたい。プロ入るよりは、はい、こういうとこで野球やりたいなあいうのがね、先に。ありましたね。じゃあそれぐらいもう芝生が何とも言えないこうグリーンが輝いてたんですね、はい、照明浴びて、すっごい綺麗やった。いやー、でも
私たち普通にマツダスタジアムに行って今見ても本当に綺麗だと思って感動しますよ。いや本当そう、あの、うん、まだねマツダはね、はい、ところどころあの色の違った芝とかがあったんです、はい、雑草が、はい、向こうは全くなかったですよ。あ、平和大気です。そんなに芝生甲子園と一緒、そんなに綺麗な芝生、綺麗な芝だったんですよ。へえ、素晴らしかった。うわ、目に鮮やかでもう焼き付いたんですね。そういうことですよね。はあ、でもアニアさんもこれ絶対やりたいみたいな、こういうとこでやりたい、はあ、うん、まさかやれるとは思ってなかったですけど。いやでも実際にね行くと違うでしょ、その実際自分がじゃあその芝を踏む立場になる。そういうことですよね、うん、だからあのまあ沖縄の芝があるとこ一箇所だけあったんですけど、はい、あの当時はよ、僕ら時代は、はい、デコボコやったんですからね芝居より雑草だったから、はい、沖縄では育たないんですよね、芝とかね、めったに。暑いからですね、はい、よっぽど手入れせんとね。あ、なるほど、うん、あ、じゃあもう手入れされた美しい、今はすごいですよね、芝の上でね、はい、だって気持ちいいですもんね、あの芝。私ね、そういう最高は裸足でね、だからランニングするんですよ。あ、気持ちよさそう。あれが一番いいんですよ、はい、もうふかふかですもん。そういうことですよ、ね、私はマツダスタジアムのしかわからないけど、それでも、はいはい、普通のスニーカー履いてても足の裏に、うん、あのふかふかさ感じますもんね。感じますね、うん、美しくて綺麗で気持ち綺麗だったんですよね。もう平和大球場も素晴らしかったんでしょうね。じゃあ当時すごかったですよ。それは一番西鉄が強い時代ですからね。あ、はい、これズバリの方いらっしゃったみたいです。あ、そうなんだ、うん、やっぱあの、うん、おると思った、うんうん、答え出ると思ったんだがね、やっぱ芝ね、やっぱ観客として見ても美しいですもん。そういうこと、うん、だいたい各球場本当素晴らしいからね。すごい、あ、ということでクイズの当選者は番組のエンディングで発表します。皆さんありがとうございました。スポーツ一直線。さあ週末もねたくさんいろんなスポーツ試合などありましたんで紹介していきましょうかね。まずはこちらが飛鳥くんからね、一足早くキャンプが始まったサンフレッチェは昨日で熊本キャンプ打ち上げ、練習試合では課題の得点力不足の解消の兆しが見えたので宮崎ではメンバー争いが楽しみですといただきまして、そうそうそう、熊本のキャンプはね一時キャンプ打ち上げということになりました。そうですよね、うん、はい、ただスキッベ新監督はまだこちらに来られてないという。そういうことですね、はい、まだ当分かかるんじゃないですか。うーん、なかなかね入ってくる難しいですもんね。プロ野球の、ね、各球団の選手もまだまだですからね、はい、そうですね、はい、外国人選手がなかなか入国が難しいということもありますからね。なのでまだ監督不在のままなんですが、あ、3日からは宮崎で二次キャンプが行われる、うん、ということですよね。もともと宮崎やったですからね、キャンプは、はい、サッカーはね2月19日にサンフレッチェはホームで鳥栖を迎えて開幕戦がありますから、うん、もうすぐですよこれ、あっという間に来ますよ。いや早いですからね、ここまで来たら。はい、それとね、続いて飛鳥くんが バスケットボールの広島ドラゴンフライズ、バレーボールの JT サンダーズ広島はどちらも土日に連敗、上位進出へ正念場になってきましたねというのもねいただいてます。またハンドボールの泉メープルレッツは土曜日に勝利しましたが昨日は連勝ストップとプレーオフに立て直しが必要になってきましたといっぱいねメッセージをくださったんですが、本当ですよね。そう、まずそうそうそう、バスケのドラゴンフライズは今3連敗してるんですかね。なんですね、はい、富山相手に連敗をというちょっと痛い負けなんですけれどもね。そう、うん、3連敗してしまいました。ただ今 B1 西地区の勝敗表で見ると富山が8位でドラゴンフライズは4位、4位ですからね、うん、なんですよ、はい、はい、なんでまだまだね、沖縄強いですね。琉球強いですね1位ですけど、うん、24勝3敗ですからね、はい、そうですよ。ドラゴンフライズが18勝13敗なんでちょっと1位との差が結構あるかなというふうに思っちゃうんですが、はい、まあ、レベル高いって言ってますもんね琉球のバスケ。それからね、お父さんからもいただいた JT サンダーズね、首位サントリーとの2連戦応援に行きましたと。土曜日は第4セットで勝利目前からのフルセット逆転負け、日曜日はストレート負け、ただルーキー坂下選手が2試合とも得点を量産というふうにね言っておりますが、バレーボールがここもねちょっと今元気なくて、元気ないですよねバレーボールね、5連敗なんですよね、はい、サントリーに昨日はストレート負けしてしまいました。
まあもともとサントリーと相性はあんまり良くなかったんですけど、一時勝ちだったね、そうそうそう、結構勝ち寄ったんですからね、相性良くなったかなと思ったんですけど、はい、ちょっと今調子が出てないんですよね、うん、JT サンダーズ、うーん、なんとかちょっと連敗を止めてほしい、勢いに乗ってほしいんですけどでもね、はい、何かきっかけ掴んでほしいですね。あとそれから泉ね、ハンドボール女子なんですけれども、はい、こちらは土曜日までは4連勝だったんですが、うん、昨日ね悔しいことに三重バイオレットアイリスに27対30で負けてしまったんですよ。で連勝が4でストップということになっていますね、え、うん、ちょっとこう悔しい負け方。そうなんです、この女子のハンドボール日本リーグは北国銀行がやっぱり強くて22なんですね、勝ち点がね、はいはい、22点あるんですが、うん、泉が今ね17点、でそれがあとねソニーセミコンダクターも17点で並んでて、はいはい、昨日曲げた三重バイオレットアイリスが16点、うん、だから17、17、16っていうところが結構2位争いが熾烈なんじゃないかという感じですね。ちょっとこう競ってますよね、うーん、気が抜けない、はい、はい、泉、まあ、練習をストップしましたが、またここからね練習をする気持ち で、はい、頑張ってほしいですね、はい、福山の父さんは選抜高校野球中国地区代表3校決まりましたね、広陵、広商、あとどこでしたっけ、倉敷高校ですね、はい、おめでとうございます。なんと広商広陵アベック選抜出場は20年ぶりだそうですね、両校とも以前のようなレベル高い広島野球を見せてくださいと。いや本当ですよね、はい、もうこれはね沖縄が出てないだけにね、はい、うん、だから沖縄は補欠な、沖縄今回入ってなかったんですね、うん、だからこの九州のね、はい、チームがダメになったら沖縄が上がってくるかもしれない、うん、ということなんですね、はい、補欠ですからね、はい、興南高校が今のとこちょっと残念、はい、もうねですがね、だから長崎海星とね、うん、沖縄興南が、沖縄興南が補欠で控えています。広島勢はこれどうご覧になりますか、広商と広陵。いや楽しみじゃないですか、うん、まあもう本当の名門以降が ね、はい、で出るんですからね、うん、昔はもう広商広陵いたらね、もうガチガチのライバルもライバル、いや本当ですよ、ああここがだからもう残れば最終的に楽しいですよね、ことになりますね、あいやだから決勝でかなりこの、ね、当たれば一番いいんですよね、うわお困るどうしよう嬉しいけど困る、ううどっちも応援したいっていうね、どっちも応援します贅沢な悩みになれば嬉しいんですけど、そう最高ですよ、そうなったらね、うん、ちょっとこれまた広島人としてはかなり盛り上がりそうですね、はい、楽しみですね、頑張ってもらいましょうね生徒の皆さんにね。あとねゆうすけ母さんから、今週いよいよオリンピック始まりますね、コロナが心配ですが東京オリンピックのような感動を期待したい、日本がいくつメダルを取るか金メダルをいくつ取れるか楽しみです、選手の皆さんの健闘を祈りますと。まだねなんとなくピンときてないんですが、オリンピック始まるわけですよね。そうですよね、だからまあだからどのぐらいの金取れるかですよね、金銀銅メダル、きっとこれまた始まると東京オリンピックみたいにずっと私見ちゃうんだと思います。はい、いや見ますよ、ね、それは見ます、うん、で時差が1時間、1時間ですかね、日本の方がちょっと早いのかな、うん、1時間早い、じゃあ大したことない、そう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 、だから時差的には東京オリンピックみたいにかなり見られると思います。で、まあ、ただ一つね、食事運ぶロボット、なんかニュース映像で見た、そうウィーンってなんかこう UFO キャッチャーみたいな感じでベーッと上から降りてきて、そういうこと置いてくれるんですよね、食事ね、あれ作るのも全部機械でしょ、うんうんうん、大丈夫かよねもうしょうがないんですよこのご時世。いやだから今日の朝のニュースかな、見とったら、誰もいないとこにドーンと降りたりしとったよ、うんうん、はい、うん、だからまあでもその方が選手としてはホッとするんじゃないですか、まあ接触がない方が今、いやいやそれは気持ちは分かるけど、でもあんまり美味しく感じないような気がするんじゃないかそうだからオリンピックでねおもてなし精神とかそういうことはちょっとできないわけですよ。そう。もうしょうがないけどね、はい、うん、なんでもうあとはいいプレーを見て感動させてもらおうと。ですよね。でもよくあそこまでやりました ね、 ねすごいことですよ、そりゃオリンピックのためとはいえ、うん、まあ ね、 ね気を使ってることなんでしょう。何でもロボットですよ。そうです。掃除も全部ロボットですからね、うん、
だから世の中がこれからぐっと変わるかもしれませんからね、コロナ明けた後に。はい、アニアさんもそう言いながら気がついたらロボットと仲良くなってるかもしれませんよ。いやいや、テイクみたいなんて全部やってくれるんだったらそりゃそうだよ、仲良くなっちゃうもんなんですよ、ね、きっとね、うん、なれるんでしょうけどね。いや本当本当、まあでもお出かけもできない時期なのでオリンピックしっかり見て私楽しもうと思っております。いやいや見ます、もう日本が出るいうことになればね、はい、じゃもう最後まで見ますね、応援しましょうね、うん、スポーツ一直線でした。続いてはこのコーナーです、アニアソアキの直球ショー。このコーナーはアニアさんがカープスポーツの話題を中心に本音で熱く語るコーナーです。今日はカープトピックスと題して先週のカープのニュースを振り返っていきましょう。さあそれではまずは24日デイリースポーツの記事からです。森下投手の記事でした、森下投手は1月6日から19日まで大瀬良投手らと沖縄で合同自主トレを行ってたんですね。そういうことですね。はい、なんかあのウェイトトレーニングに結構重点を置いてしたみたいですよ。はい、ハードな練習量で知られる大瀬良投手の自主トレで走り込みとウェイトトレーニングで鍛えたということですが、まあ一番いいことですよね、うん、なんで言ったらね、あの去年大瀬良が、はい、あの途中で2軍に行きましたよね。そうですね、そこであのオリンピック期間中かな、鍛え直して、はい、あの下半身強化投げ込みやってあの後半戦、すごく頑張ったんですよね、はい、それがあのやっぱこう身についてるから、うん、森下にもその極意をね、はい、教えてほしいな。おお、そうですね、はい、じゃあ森下投手もちょっとこう下半身とか大きくなるかな。いや、なってると思います。なってるかもしれないですね、はい、今までよりね、はあ、やっぱりそこは大事なポイントですもんね。一番大事なことですよね、うん、だからやっぱこうあのまあやらんかったら絶対ダメいうのがね、うん、分かったと思いますから、はい、コーセラも、はいはい、そこを後輩にも指導ということで、はい、森下投手はもう2桁行ってほしいですからね。いやもう絶対行きます、はい、行けるピッチャーなんですよ、うん、だからあの3人はね、あの先発ピッチャー3人予定しとるのは大瀬良、クリ、森下、森下、はい、この3人はね15勝ずつしてもらう。15勝いやいや、それはそうですよ、はい、まあできますよ、できますよ、確かにね、はい、はいはい、十分できます。おーおーおー、ただあとあのバックとの問題ですけどね、うん、打線とのあれも関係もあるとは思うんですけど、うん、15勝する力は十分あります、3人とも、ね、はい、いいですね、ちょっとなんかアニアザン的なものが出てきましたね。いやいやいや15、はい、軽くね、はい、うん、そして24日日刊スポーツから森浦投手なんですが、うん、去年ね54試合に登板しました。で買いまたぎも3試合あったということで、まあ、あの買いまたぎね何度かやってみて問題なかったから今年もいけるんじゃないかと、で今年も50試合以上投げたいと気合が入っているようですよ。そうですよね、うん、彼はあの結構体強そうですからね、ええ、あの僕はイニングまたぎ2、3イニング投げても大丈夫じゃないかなと思います。はい、はい、じゃあ場合によってはロングリリーフということで、はい、ホーム自体もね、はい、安定してますから、はい、そうですね、ただ左バッターに対してのね、あのインサイドの使い方が下手で左バッターに結構打たれるんですよね。あ、なるほど、はい、じゃあそこをうん、克服してほしいですね。うん、まあね、左として貴重ですもんね、はい、うん、さあそして同じく24日の日刊スポーツなんですが、林選手の記事もありました。どうやらフォームをわずかに修正していると、ちょっと変えてるみたいですね、うん、なんかちょっと開き気味、右足を開いて構えるいうことですけどね、みたいですね、はい、まあそれもあの挑戦するいうことはいいことですよね、うん、あの左ピッチャーからねホームライン1本も打ってないんですよ。なんか右からばっかりらしいですね、はい、10本打ったんですけど、うん、右出さあのピッチャーからばっかりですから、うん、はい、まあ、でも林選手はやっぱり4番の後釜っていう声もありますから、そういうことです ね、一番あの今一番人は林じゃないですか、うん、候補として、はい、はい、なんでこのちょっと変えたところがうまいこといけばね、はまればね、はい、すごく僕は乗っていけると思いますからね、はい、じゃんじゃんホームラン量産、それとあの追い込まれてからのね三振減らしてほしいですね。なるほど、追い込まれたらもう三振、ああまた三振じゃないかいう気がしますから、うんうんうん、フォークボールにしてもインサイドズバッと来られてもね、はい、結構見逃しの三振多いですからね、うん、はい、じゃあそこは粘り強く、はい、さあそして26日中国新聞から鈴木選手ですね、あのポスティングシステムで大リーグ移籍を目指している鈴木選手なんですが、マツダスタジアムを訪れていろんな方々に挨拶をしたと、
さよならってこう話したっていう記事見たら私は寂しいと思いました。なんだか、ね、でもね、うん、後輩に指導しとるとこも映ってましたよ。そう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 、はい、なんかね若手選手にはバットなどをプレゼントもしてるっていうことで、そういうことですよね、うん、ただなかなかメジャーの方の話が進んでないんですよね。決まらないですよね、うん、でもね予想ですけど、はい、最大5年で86億3000万すごい、まあ、そういう今記事も出てるんですね、向こうのメディアではね。そうそうそう、ささやかれてる予想、予想5年で86億3000万。はい、86億ってどれくらい。いやいや、このぐらいです。いや、わかんない。もうちょっと想像がつかないですよね。全く想像つかないですよね。だってマンションだっていくら買えるのよとか思っちゃうし。いやいや、本当にもう私使い切れない。うん、もう発想が貧困すぎて。まあまあ、全部が全部自分に入るんじゃないんですからね。もちろんね。そりゃそうです。でも半分だって。いや、3分の1でもすごいですから。もうちょっと訳がわからないレベルの数字ですね。あんまり考えん方がいいですね、僕らは。貧乏人は。はい、貧乏人は。虚しい。虚しい。寝れんようになるから。まあでもね、本当いい具合にちょっと心配でしょうから、本人も早くなんか動きがあって決まってほしいですね。そういうことですよね。やっぱこう不安だったらね、うん、みんなそう思ってるだろうから、ね、1日でも早く決まったらいいですよ ね、はい、26日デイリースポーツからは松山選手の記事で、例年以上にランニング、ウェイトトレーニング、守備練習に重点を置いてるということですよ。そうですよね、うん、彼はやっぱこうやってもらわないかん選手ですよ。はい、まあスターメンで出る電話は別にして、うん、代打の確率がねものすごく高いバッターですからね。だからやっぱここ一番の時に、うん、やっぱ頼りになるし、で左ピッチャーでもそんなに苦にしないんですよ。はい、その極意をね、うん、林に教えてくれたらよかいいんですよ ね、 そうですね。だから林もこういう先輩をにくっついていけばいいんですよ。うんうん、うん、左バッターの打ち方、ピッチャーの打ち方はどういうふうに踏み込んでいったらいいですかとか、うん、今開き気味で構えてるんだけどどうしたらいいですか、やっぱり左対左の選手同士ですから。そうですね、はい、一番僕はためになる、勉強になるんじゃないかなと思いますよ。あと松山選手6キロ体重を減らしたということで。そうですよね、まあテレビしか見てないんですけど、うん、かなり細くなってたんですよ。私顔もう違いましたよね。そうそう、あららっていう、はい、もともとアンパンマンでね、ぽっちゃり型ですけどね。はい、まあやっぱり体のキレも良くなるんでしょうね。そういうことですよ、うんうん、はい、はい、楽しみですよ、うん、はい、それを続けてほしいですよね、うん、そのそうですね、はい、そして27日スポニチからは宇草選手、はい、鈴木選手、堂林選手だとね、合同練習を行ってたんですね、24日まで、はい、うん、で、まあ、鈴木選手とはね、ウェイトトレーニングの方法とか守備や打撃などなどいろいろ教わったということですね。まあいいことですよね、うん、はい、やっぱこうチーム同士でやるいうのはね、僕は大賛成、ね、他チームとやるのもそれは勉強になるかもしれませんけど、はい、僕はあんまり好きじゃないですよね、はい、友達になったらね、はい、ピッチャーと野手やったら絶対ならない方がいいですからね。あ、ピッチャーの方が不利なんですから、はい、やっぱり厳しい球は投げにくくなっちゃうと思います、まあ、まあ無意識でね、はい、まあ、なりますよね、人間だから絶対なりますね、はい、そういうのもありますが、まあでもこうやってね、メジャーに行く前の鈴木誠也選手に聞けたっていうのは大きいですね。大きいですよね、はい、外野のレギュラー争いになりますから、宇草選手も。いや、なると思いますね、はい、結構ね、細身ですけどパンチもありますからね、はい、28日日刊スポーツからは石原捕手の記事がありました。石原捕手はそれこそソフトバンクの甲斐選手と一緒に合同自主トレを行ってたということで。そうですよね、はい、やっぱこう甲斐言ったらね、やっぱこうキャッチャーではもう12球団ナンバーワンだと思いますから、はい、うんうん、スローインがすごいんですよね、はい、無理な体勢でも投げれる。そうですね、キャッチングがいいことですよね。甲斐キャノンというね、呼ばれてますが、はい、あそこら辺をこう多分それを指導を煽ったんだと思うんですが、はい、覚えて帰ったらもういいことですよね。わ、まだスターメンで言ったらちょっとこう相澤、坂倉がいますからね、はい、ちょっと今の広島ではちょっと無理かもしれないけど、でも控えでね50何試合も出てるんですから、はい、だったら十分
いけるんじゃないですかね。そうですね。どん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 勉強していってほしいですね、うん、はい。28日のデイリースポーツからは野村投手の記事が載ってましたよ。ですよ ね、久しぶりに見ましたね、うん、はい。あの一昨年ですよね、手術をしてから、はい、まあちょっと去年はね、そうそう、あの前半戦からね勝てなかったし、うん、まあ、はい、あの内容も悪かったですからね、はい。でも今年の自主トレはすでにブルペンで本格投球を開始しているということですから、うん、もうやってアピールせないとね、うん、もう自己アピールせんと。そうですね、うん、あの待ってはくれないですから、はい、自分から売り込んでいかない、ええ、はい、率先していった方がいいですよね。まあ、どうしても必要な選手ですよね。いや僕はだから彼はね、今日投げたら中10日空けて抹消するんですよ、はい、して次を登録してまた先発、うん、はい、僕はもう中10日でずっと使っていってほしいなあいうぐらい。あ、なるほどなるほど、無理せずともそれぐらいちょっと開けながら、そういうことですよ。そのぐらいの気持ちが欲しいですね、うんうん、はい。だからもしあの選抜いなかったら中8日とか7日とか8日でもいいんじゃないですかね、はい、ね。まあキャンプ2軍スタートですから、ここからかなりダッシュで そういうことですね、追い上げてくるんじゃないですか、はい、野村投手もね。そして29日中国新聞からは玉村投手、ソフトバンクの和田投手と自主トレーニングを行って、うん、なんかお腹に力を入れて投げる技術を学んだそうです。腹筋ですよね、うん、でしょうね、はいはい、腹筋もう大事ですけどね、うん、一番ピッチャーにとったらね背筋が大事なんですよね。背中と側筋、横、ああ、はいはい、横、はい、はい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 、側筋がね、あのやっぱね、あの何歩超えてもいいらしいです。江夏に言わしたら、何歩超えてもいいんだって。前に腹がつくのはいいんだ。ええらしいです。はい、で彼に曰く、こう横腹に脂肪がついたらピッチャーはダメ。回転しないらしい。なるほどね。なんかいろいろありますね。こう鍛え方とか力の入れ方とか。そういうことですよね。人もそれぞれですよね。だから江夏はね背筋すごかったですよ。へー、はい、なるほど。じゃあこういうのまあそれぞれね皆さんこう調整してるんでしょうねと思いますけどね、うん。まあ、玉村投手ね4勝7敗だったので、うん、もっといけるでしょう。いやもうこれも2桁は勝てるような力はありますからね、はい、球のキレで勝負するタイプのピッチャーですからね、はい、楽しみですよ、うん。そして29日はデイリースポーツからが堂林選手、あの鈴木選手らとね沖縄でトレーニングしていたということで、はずきやらね、そうですね、はい、一緒にやってたんですが、今回はあの野球の基本はセンター返しということで、そのあたりも重点的にやったみたいですね。うん、バッティングがね、うん、あのまあセンター返しが基本ですけど、彼にはねやっぱこう僕はあの彼が悪くなったのはね、追い込まれれるケースが多かったんですよ。それとインサイドをね怖がってね踏み込みきれんようになったのが一番の原因じゃないかなと思うんですよね、はい。だからやっぱもっとぶつかあの当てられてもいいから、どん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 あの踏み込んでいってほしいなと思いますね、うん、はい。したら僕はまたいい時に戻ってくるんじゃないかなと思います。ちょっとこう最近見逃しの三振やらね、追い込まれてからボール振るケースが多いですから、多かったですから、だからどん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 あの初球からどんどん踏み込んでいって、もうデッドボール怖がったらダメですよ、はい。じゃあ一昨年のような大活躍をまた見たいですね。期待、いやできますからね、できますからね、はい、ね、もう彼には力はあるんですから、うん、それだけの力は、はい。さあプロ野球は明日から春季キャンプ始まります、うん、一軍は日南でキャンプインということになっています。以上アニア総八の直球勝負でした。健やかさまさま、このコーナーは高人薬局、サンクス薬局、クルーズ薬局、くるみ薬局のライフアートの提供でお送りします。今週も始まりました。お薬や病気など健康な生活に役立つ情報をお送りするコーナー、健やかさまさま。今日は教えてお医者さん企画で、先週に引き続き広島市安佐南区大町東吉光子どもクリニックの吉光達夫先生と一緒にお送りします。吉光先生、よろしくお願いします。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 今回は冬場に抑えておきたいお風呂の効果をテーマにお聞きします。今はなかなか行きづらい状況ですが、本来であれば今は温泉シーズンですよね。冬はお風呂が癒しの時間ですよね、うん、そうですね。
寒い時期に体中温まるのは本当に気持ちのいいものです。ちなみにお二人は普段何度くらいのお風呂にどのくらいの時間使っていますか？僕はね、温度の差は分からないですけど、ちょっと厚めで、汗かくまで入ってる。じゃあ結構長い時間。長い時間入ってますね。私はね、あんまり長く使うのが得意じゃなくて、だから40度ぐらいかな、で、まあ、数分、5分とか、程度じゃないかなと思うんですけれどもね。先生、実際に体の疲れが取れるのは何度くらいが適用なんですか？お風呂の効果については、絶対にこの温度が正しいということはありません。ただ、温度によって体への影響の出方が異なるので、目的に合わせて給油温度を設定するといいと思いますよ。どういう目的ですか？では温度が低い順に説明しますね。はい。37度から39度のぬるめのお湯での入浴を微温浴といって、体温より少し高いくらいの温度です。体への負担が少なく、最もリラックス効果の高い入浴方法と言われています。ですから精神神経の鎮静効果やイライラやストレスの解消も期待できます。半身浴でリラックスしたいときもこの微温浴でいいんですか？そうですね。だいたい38度前後のお湯で15分から20分くらいの半身浴が好ましいと思います。次が39度とか42度の中温浴で、一般に皆さんが使っているのはこのあたりですね。微温浴よりも適度な発汗作用と皮膚洗浄作用があるとされています。デトックスにつながるわけですね。風呂から上がると汗が出ると思っている人が多いみたいですが、本当はお風呂に入っている間にお湯の中で知らない間に汗をかいているんですよ。そうなんですか。お風呂上がりにちょっと汗をかく、あの感じが気持ちいいものだと思ってましたけどね。知りませんでしたよね。それから銭湯などで見られる42度から45度の厚めのお風呂を高温浴と言います。高温浴は交感神経が刺激されて精神神経が興奮状態になるので、疲れている時に高温浴をするとさらに疲れてしまうかもしれませんね。そうでない人が高温浴をすれば風呂上がりにすっきりすると思います。自分の体の疲労感に合わせてお湯の温度を決めるといいんですね。はい。お風呂から急に立ち上がって立ちくらみを起こしたり、特に小さなお子さんが溺れたりと入浴時には注意してください。はい。足が疲れるぐらいの少量のお湯でも溺れる可能性はありますから油断は禁物です。のぼせに注意ですよね。そうですよね。ご自身の状況に合わせて効果的な浸かり方で体をいたわりたいですね。吉光先生、ありがとうございました。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 来週も教えてお医者さん企画で引き続き広島市安佐南区大町東吉光子どもクリニックの吉光先生と高熱になりやすい病気をテーマにお送りします。午前様様。さあ、それではラジオカー中継です。我々今年に入ってラジオカー中継を呼びするの初めてですよ。ですかね。そうなんです。先週ね、お休みだったので。はい、宮本ゆきさんです。宮本さん。はい、おはようございます。おはようございます。今日はですね、北広島町にあります西八幡原の、スキー場。ヤバタハイランド191リゾートにお邪魔しています。そうですか。はいはい。そうなんですよ。今私たちはゲレンデビューのレストランスペースから中継しているんですけれど、外を見てみるとすんごい雪が降っていて、もう一面銀世界、すごいキラキラしてます。今も降ってるんですか？そうなんですよ。結構降ってまして、でさっきちょっとゲレンデに出てみると、もう息をするだけでこうキンと冷えた冷たい空気が体中をめぐって全身で冬を感じられました。でお客さんに話を聞くと、やっぱりこうして雪が降って積雪量が多いと、こう柔らかくなって気持ちよく滑れるから嬉しいと大変喜んでいらっしゃいました。今日はですね、ウィンタースポーツや雪遊びを満喫できる北広島町のスキー場の魅力について詳しいお話を、八幡ハイランド191リゾートのマネージャー福本博さんにお話を伺います。はい、福本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
願いします。いや、スキーをスノボされてる方見るとこう自分もあんな風にかっこよく滑れるんじゃないかなって思っちゃうんですけれど、やっぱり北広島町のスキー場は来るだけでワクワクしてきますね。はい、ありがとうございます。北広島町には様々なバリエーションに富んだ3つのスキー場があります。はい、ユートピア西音スキー場、芸北高原大佐スキー場、そして今生中継していますここ八幡ハイランド191リゾートです。あ、3つのスキー場それぞれ特徴があると思うんですけれど、まずはユートピア西音について教えてください。はい、ユートピア西音はですね、スキー場の人気はもちろんのことですが、ウィンターシーズンのみならずですね、シーズンオフにはグランピングやキャンプサイトにバギー体験と様々なアクティビティが充実しています。一年中楽しめるのがいいですね。次に芸北高原大佐スキー場はいかがですか。はい、芸北高原大佐スキー場は平日限定で22歳以下のお客様にお食事券のついたお得なレンタルプランがあります。はい、そして毎月4のつく日はですね、リフト1日券が1000円と大変お得です。必ずホームページなので営業確認の方してご来場ください。はい、わかりました。そしてここ八幡ハイランド191リゾートはいかがでしょうか。はい、191スキー場はですね、ゆったりとくつろげるゲレンデビューの無料休憩ルームや、平日朝9時までにご来場していただきますとシェフ自慢のこだわりのランチが食べていただけるお得な1日券を販売しております。はい、そしてゲレンデでますとね、モーグルコースやジャンプ台などバリエーションに富んだコースが整備されております。そしてそして先シーズンよりですね、冬のキャンプ場をオープンしまして、ベテランのキャンパーさんで賑わってますよ。いや、もう楽しそうですね。聞いてるだけで心躍ります。そして今北広島町のスキー場では小さなお子様もたっぷりスキー場を楽しめるような設備があるそうですね。はい、北広島町のスキー場がですね、共通して力を入れているのがスノーエスカレーターに乗って子どもさんたちがソリや雪遊びをダイナミックに楽しめる専用ゲレンデがあるということですね。小さいお子様連れでもご家族で雪山を楽しんでいただけること間違いありませんよ。はい、皆さんもぜひ北広島町のスキー場でウィンタースポーツや雪遊びを楽しんでください。北広島町のスキーに関するお問い合わせ先をお伝えします。北広島町観光協会、電話 050-5812-6908 050-5812-6908 です。皆さんもお出かけの参考になさってください。この時間は八幡ハイランド191リゾートから福本さんにお話伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。スタジオにお返しします。はい、ありがとうございました。いや、元気ですね、福本さんね。はい、はい、なんか雪の上で遊ぶのも楽しそうですね。そう、ラジオから中継は宮本由紀さんでした。ソイバニアさん、はい、新庄剛志新監督、うん、ビッグボス、すごい衣装で、はい、春のキャンプの沖縄入りしましたね。すごかったですね。グローブ40足、ね、ぐらいのらしいですね。40足。はい。コートをね、はい、すごい色鮮やかな赤とか黒とか、そうそう、いろんな黄色っぽいような色があるような、はい、すごい素敵なコートを着てらっしゃって。素敵かどうかわかんないけど。で、それがなんかグローブ、使わなくなったグローブがこう貼り付けられたりする。そういうことですね。ね、デザインで。でいて、物を大事にしよう言うて。うん、はい。物を大事にしとるんですかね、あれ。やっぱしてるんですよ、芸術作品ですよ、ね。古いの、すごい。いや、撮り方によるよね。ある意味、アニアさんと通じるところがあるんで、道具を大事にするってとか思いながら見てたんですけど。いやいや、本当ね、はい、すごいですよね。いやいや、すごいです。だってあれでしょ、空港で、自分でなんか、お色直し、衣装変えたらしいですね。あ、そうなんだ。最初はシックなコートを着てたんだけど、はいはいはい、多分、マスコミがいっぱいいるし、はいはいはい、っていうので、パッとあれは。まあ、今、彼の売りはそれですからね。あれを持っていったのがすごいですよね。すごいですよ。いやいや、持っていくのもマネージャーですから。でもあれを用意するのも。いやいや、重たいでしょ、あれ。そう、多分結構あると思うんですよ。絶対重たいはずですよ。だって40個分のグローブがひっついてると思うと。40個だからね。相当ですよね。はい、まあ、全部が全部40個分入ってるか分かんないけど、でもそれなりの重さあると思うんですよね。そうそうそう。本当やることがすごいですね。すごい。でも、あの色鮮やかなコートを見て、うん、私結構あの色合い好きと思って見てました。あのデザイン的にはいいですよ。いや、見た感じはいい。女性がワンピースとかとして着たら。そうそうそう。わあ、これステージ衣装とかになりそうと思いながら見てて。いや、ほんとほんと。わあ、なると思います、あれは。ねえ、うん。
でもアニヤさんも似合いそうでした。いやいやいや、私はもう絶対。いやいや、いやアニヤさんあの色に負けてない。重たいのダメだ。重たいのダメだ。アニヤさんもあのキャンプ見に行くとき、カーブらしく全身真っ赤なコートとか。今度はそうしようかな。そうそう、真っ赤で、そう、あち三十って言いながら。帰れ言われ。帰れ言われたりして、本当に本当に、うん、いやいや、まあああやってね、まあ彼は似合う、何しても似合う、はい、まあ、うん、ビッグボス、私と2日違いで50歳になられた方なんで、50歳だよね、あれ、はい、ちょっとそうそう、あ今日そうそう新聞見て、あら同級生が多いんだと思った。なんで注目しております。そうそう、本当に午前様様。さあ11時を回りましたよ。アニア総八さんと桑原しおりがお送りしている月曜日の午前様様、この時間はジャパネット高田ラジオショッピング、ババさんです。ババさん、はいはい、アニアさん、桑原さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう今日考えてみれば1月最後の月曜日ですよ、うん、はい、ね、もう1ヶ月経ったんですよ、今年になってから。いや本当気がついたら早いもんですね、歳月が流れるのはあっという間でございますね。1月最後に何を皆さんにご紹介しようかなと思いましたら、はい、いいものがあったんですよ。大好評グルメ定期便、あーはい、毎月毎月皆さんの食卓に美味しいものをお届けするというですね、あの人気のコースなんですけれども、はい、実はその中でも特に人気だった北海道九州コース、うわー、これが1年ぶりに復活しましたという、そんなお話でございます、はい、だってですよ桑原さん、うん、北海道物産展なんて地元のデパートであったら連日大にぎわいでしょ。必ず寄っちゃうねえ。そうですよ、ついつい寄っちゃう、もうだって美味しい食材の宝庫じゃないですか、はい、北海道も九州もね、アニヤさんに日本一と言っていただけるようなそんな食材がいっぱい眠ってるわけですよ。ありますね。ね、はい、そこでなんです、もう今こういうご時世なんでなかなか旅行というわけにもいきませんので、はい、皆さんのご自宅に産地から直接お届けしようと、こういうご提案なんですよ、はい、ただこれがですね、うん、高かったら話にならないんですけど、そこは皆さん頑張りました、うん、ジャパネットが送料も見ます、はい、送料無料ですよ、消費税も込みですよ、はい、全部込み込み月額料金が8980円ポッキリでございます。ポッキリ、うん、これ1、うん、これ以上1円たりともかかりません、はいはいはい、ね、8980円だけで、届く内容がまあ豪華なんですよ。例えば今日1月中にお申し込みいただきますと、はい、早速2月からのスタートになりますんで、うん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 、2月に届くのが長崎からフグが届きます。フグまだ食べてないこの冬ね、うん、お刺身用の薄造りと、それからお鍋用のてっちりとね、それからお酒用にヒレも入ってきますから、うん、いろんな食べ方で召し上がってください、うん、だって料亭にフグのフルコースを食べに行ったら1人前5000円じゃ効かないでしょ、うん、ね、うん、それがこれご家族で 4,5 人前入ってきますからね。おもうそれだけでもすぐ元が取れると思いますよ、そんなにあるんですね。1980円でご家族 4,5 人で楽しんでいただけるんですよ。いいでしょ、じゃあ3月行きましょう、うんうん、今度は博多名物もつ鍋が届きます。これもね、行列のできる名店一富士さんのもつ鍋8人前、8人前あの博多らしく締めの麺まで入ってきますからね。だからもうお腹いっぱいになりますよ。そうだから4人家族だったら2回に分けて楽しんでもいいしね、うん、まあ、食べ盛りの高校生とかいたらまあ1回でペロって食べちゃうかもしれませんけど ね、うん、はい、そして4月になりましたら博多名物明太子、はい、しかも珍しいね、無着色明太子、あ、はいはい、赤くないやつなんです、うんうん、これがまたね美味しかった。これだとですね、ちょっとご飯食べ過ぎになる可能性があるんで、食べ過ぎにはご注意ください。そこは自己管理でお願いしますね。これ止まんないですよ。どうなんでしょう、これがたっぷり2キロ届きます、はい、これ普通に買ったら 14,800円もしますからね。それが8980円で食べられる、5000以上お得になるという計算ですよね。何にしてもいいですもんね。何にしてもおむすびでも、そう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 、ね、あのうまきとか美味しいですよ、はいはいはい、明太子入れてね。あ、なるほどね。そしてね、5月になりましたら今度は、宮崎牛の肩ロースと桃のセットです、うん、出ましたお肉。もうね、肉の芸術品だと思いますよ。霜降りが美しい、美しい肉ってこういうのだっていうのがね届きますからね。そして6月になりましたら北海道から帯広の豚丼、はい、これがね行列のできるお店豚市さんといいまして、
めちゃめちゃ美味しい豚丼なんですよ。これがたっぷり20食届きます。うわ20食ですよ、ということはですね、これ冷凍庫に入れといたら、うん、今晩おかず作るのめんどくさいなっていう時に簡単に豚丼ができちゃうっていうことなんですよ。いい食卓ですね。いいでしょ、いいでしょ。7月になりましたら今度は鹿児島からうなぎの長焼き3本セット届きますもうねこれ絶品うなぎですよ。うわ炭火で全部焼いてますからね。はは美味しい美味しい。あのうな重換算で6人前うな丼だったら9人前届きますから食べ放題ですよもうね、うん、そして8月になりましたら、うん、北海道の生ホタテ、ホタテもねこれお刺身で食べられるホタテですよ、ちょっとバターでソテーしても美味しいですね、9月になりましたら、今度は宮崎からブランドの豚肉でございます。ブランドポーク、これもロース肉とかねバラ肉とか入ってくるんですけど、とんかつが美味しかった。とんかつで召し上がってください。めちゃめちゃ美味しいですからねそして10月になりましたら、今度は北海道富良野和牛が届きます。富良野のお肉はまあこれね赤身が美味しいんですよ、びっくりするぐらい。あの富良野和牛っていうのは北海道のある一軒の農家さんしか作ってないんです。そうだからもう全国から引き合いが強いんですけど、それをもうジャパネットが独占販売ですよ。富良野和牛美味しいですから食べてください、ね、あちょっと時間なくなってきた。11月は熊本から馬刺し、これもねごま油でめちゃめちゃ美味しいですよ、そして12月は博多のすき焼きセット、それから1月になりましたら北海道の豪華海鮮鍋、うカニにホタテに鮭にってね、いろいろ海の幸が入ってきますからね、さあだから毎月毎月届くの栄養が本当に豪華なんですよ、とても8980円じゃ普通は手に入らないぐらいのものが届きます、しかも、お得を畳みかけますよ、2月中にお電話いただく方は、なんと1ヶ月無料になります。ありゃ1ヶ月分無料だから今日お電話いただく方は2月のフグがタダ、あらね、2月にお電話いただく方は3月のもつ鍋がただということです、ね、フグにしようかなもつ鍋にしようかなただはどっちにしようかな、まあ、それだけ考えていただきながらですね、そうです、まあ、どちらでも OK でございますよ、で万が一ですね苦手なものがありましたらスキップ1回飛ばしっていうサービスもあります、これがまた便利なんですよね、そうでまた美味しかったものはおかわりサービス、さらに1割引きになります。おかわりの場合しかも全国送料無料なんで、自分が食べて美味しかったもの全国のお友達にお裾分けしてあげるということもできるわけですよ、ね、そういったご利用もできますので、まあ、このあたりのルールはお電話をいただいたらスタッフがもう一回ご説明します、ご納得いただいた上で正式なスタートということになりますんで、まずは皆さん一度フリーダイヤル0120-441-555番0120-441-555番でお待ちしております。はい、ババさんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ジャパネット高田ラジオショッピングでした。ジャパネットジャパネット夢のジャパネット高田。御前様会議その2、今週の会議のテーマは明かりの話でお送りしています。空飛べ文鳥さん、私の母は電気をつけるともったいない、まだ明るいじゃろ、電気つけんさんなが口癖でした、トイレに入っても出すだけじゃけ電気はいらんと電気を消され、戸を開けとったら明るいけ開けとくねとトイレの扉は開けられて、ここまでやって何になるんだろうと思っていました。今でも母は夜でも部屋は真っ暗であまり電気をつけません。すごい節約家、ね、節約なんかやっぱ嫌いなんかわかんないでもトイレに入って出すだけじゃけ電気いらんって言われても、それはちょっと困るねなんかねちょっと心配ですよね。そうそうはあとね、辛口のど飴さん、昔広島にもあちこちにラーメンの屋台が出てました、提灯の明かりを見るとつい足がつられていきます。まだアニアさんが現役だった頃、父と試合を見終わった帰り道、屋台で必ずラーメンを食べてました。勝てばお祝いのラーメン、負ければ焼けラーメン焼け酒なのに焼けラーメン、アニアさん今年は祝いラーメンいっぱい食べさせてくださいと。いや本当その通りですよね、やっぱこう勝って食べるのと負けて食べるの全然違いますもんね。
違うでしょうね、はい、屋台のラーメンって美味しいですよね。美味しい、うん、昔ね、あのようラッパ吹いてね、はい、家の前屋台が通り寄った、さあ鍋持ってね、うん、買いに行ったことある、はい、うん、タラララララってこう来るんでしょ。あの音が出たら、あの美味しいラーメンがあるんじゃと思って、やっぱ親にねだってね、いやいや、どんぶり持ってったことありますよ、はい、そう、うん、今ないでしょ。今ないね、さすがに。青だけもないじゃないですか。ないね。昔はだから全部そうじゃない。金魚もそうでしょ。私金魚はね、あんまり記憶にないですね。金魚ありました？うちはないな。あ、そうなん、うん、あのわらび餅がたまにありました。はいはいはい。わらび餅はチリン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 って、ね、そう、ね、自転車とかでね、そうそういらっしゃるのかな、はい、うん、あ、懐かしい、食べたいなそう思うと、こちらはお名前は書いてないのかな。29年前のことです。新婚旅行から帰って、駅から乗ったタクシーの窓から5階の我が家の部屋に明かりがついているのが見えました、うん、恐る恐る玄関を開け、部屋の中に入るとついていたのは玄関の明かり。ちょっと薄暗い玄関だったので明かりをつけて、そのまま消し忘れて旅行に出てしまったようです、はあ、次の日に1階の奥さんにお土産を持って行って聞いてみたら、ずっとついてたよーと教えてくれました。タクシーから明かりが見えた時はちょっとドキドキしました。うーん、わかる気がします。そういうことですよね。あれってなんか、いやだから旅行何日間行ったかどうか知らないけど、でも新婚旅行だから結構な、ね、1週間とか行ってるかもしれないですよね、はい、わー、だって泥棒が入ったのかなとかいろいろ考えちゃうじゃないですか。いやいや、考える、うん、消し忘れよくありますね、うん、こちらはね、押し入れ車両区かな、先日の地震の後、万が一に備えようとランタンを買いましたと。その日の晩は試しにランタンの明かりだけで生活してみました。 LED なんで大変明るくて、料理も手元がはっきり見えるので、美味しいアヒージョを作りキャンプ気分でした。ああ、それはまたそれでね、楽しんだいうことはいいことですよね、うん、家の中でキャンプ気分、まあ、味わえていいんじゃないですか、うん、まあね、確かにランタンとかいざという時のために持っておくと、はいはい、それは便利だし、それは便利、いいことですよね。この間なんかね、うん、地震の時なんか携帯が鳴りっぱなしやったりね、ありましたね。そうそう、夜中にね、急でびっくりしましたけどもね、うん、まあ、そういうことあるんで今一度チェックしないといけませんよね、はい、こちら散歩は散歩さんがね、最近は停電することなんてほぼないんですが、昔はよく真っ暗になってました。電気ストーブとホットプレートなんかを一度に使うとパーンって真っ暗になってました。すぐにハッピーバースデートゥーユーなんて歌ってたら、母ちゃんが、誰も誕生日じゃないじゃろ、はよ天ぷらあげてきんさいなんて言っていました。よく飛ぶから慣れてきて、真っ暗でもすぐに行けてましたよ。アニアスさん、ヒューズが飛ぶんだよね。そう、沖縄ではテンパルって言わないですよね。テンパル言わないですね。テンパールとかテンパルとかね、はい、これ広島ならではですよね。うちも絶対テンパル、あ、切れたわ、テンパルあげてきなさいとか。そうなんだ。あれ企業名ですよね。確か私取材でね、テンパルっていう確か会社行ったことが昔あって、広島にそういう会社があるので、広島の人はもうあれをテンパルとかテンパールとか言うんですよ。へー。ヒューズ、まあ、ブレーカー。ヒューズだよね。ブレーカーよね。ブレーカー。ですね。もう、あまりにもテンパルっていうから、私もあれが普通はどういうものかが、ちょっと一瞬出てこない言葉が。ブレーカーか。僕らはもう沖縄でもそうですけど、うん、ヒューズが飛んだ、言って、よく言ったよ。はい。大体、はい、うん、広島は、テンパル。なんていうかね、テンパルって、うちは伸ばさない。テンパル。ああ、テンパルが切れた。初耳。あ、そうですか、うん。大半の広島人、古い人はみんなそう言うんじゃないですか。あ、そうかな。多分。あの今の若い子はどうか分かんないですけどね、うん、おばあちゃんとかね、私たちぐらい以上の年齢はね、はい、言うと思いますよ。御前様会議、今週のテーマは明かりの話でお送りしています。このコーナーでは冠婚葬祭に関するさまざまな疑問や知っておくべきマナーをズバリ教えていただきます。ご指南いただくのは新物の大臣ギフトランド店副店長の香炉晴美さんです。今週も電話でのご出演です。香炉さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日も質問のメールが届いています。はい。そろそろ初老さん、めいっ子が転勤になり県外で一人暮らしを始めます。のし袋はどんなものに何と書けばいいのでしょうか、教えてください。はい。まずのし袋の種類ですが、はい、水引きが紅白の蝶結びのものを使います、はい、また表書きですが、こちらはお選別またはお花向けとします、
最近は元気でねですとかお仕事頑張ってなどの短いメッセージを書かれる方もいらっしゃいますので、ご参考にされてください。そうですね、めっこさんなんで一言添えるのもいいかもしれないですね。そうですね、はい。さあそれでは今日のテーマに参りましょう。ご節句とは、まずはですね、節句、これは何のことかから説明していただけますか。はい、まず節句とは簡単に言いますと節目の日のことで、物事の区切りとなる大事な日です。はい、季節の節目に無病息災、豊作、子孫繁栄などを願ってお供え物をして邪気を払う行事を行う日とされています。節句の中でも特に縁起が良いとされるものが御節句で、1月7日の神日の節句、3月3日の上巳の節句、はい、5月5日の端午の節句、うん、7月7日の七夕の節句、9月9日の重陽の節句です。では1月7日の神日の節句から教えてください。はい、神日、人の日と書きますが、この節句の名称は中国で1月1日から7日までを動物に当てはめて占う風習があったことに由来しています。1日は鶏、2日は犬、3日は羊、4日はイノシシ、5日は牛、6日は馬で、7日は人です。その占いの対象となる動物は大切に扱われました。そのため7日は人を大切にする日ということで、神日の節句となりました。別名は七草の節句です。はい、そうですね。ではその五節句のうち1月7日だけ数字が揃っていない日になってますよね。はい、これは何か理由があるんですか。そうなんです、節句の中でも神日の節句だけが数字が揃った日ではありません、これは先ほどお伝えした占いが元になっているためという説があります。また1月1日は1年の始まりで節句以上の区切りの日で別格扱いという説もあります。なるほど。で3月3日と1月5日は桃の節句と端午の節句ということで有名ですよね。そうですね、はい。3月3日の上巳の節句は別名桃の節句です。はい、流れる水に我が身の厄を落とす風習や、人型を我が身に変えてお祓いをする風習が合わさり、ひな人形を飾るひな祭りが生まれました。5月5日は端午の節句で別名勝負の節句です。端午の端は端を意味していて、本来は月の最初の馬の日のことです。男の子の成長を祈る儀式となったのは鎌倉時代で、勝負で邪気を払う行事が武士の時代になり、植物の勝負と武道を重んじるという意味の勝負とかけて男の子の節句として祝うようになったと言われています。では五節句、残りは7月7日と9月9日ですね。はい、7月7日は七夕の節句で別名笹の節句です。7月7日の夜に願い事を書いた色とりどりの短冊や飾りを笹の葉に吊るして星にお祈りをする習慣があります。また汚れを払うために笹竹を七夕の終わりに川や海に流す七夕流しや七夕送りの行事もあります。そして9月9日は重陽の節句で別名菊の節句です。9は陰陽節で縁起の良い数字とされる奇数の一桁で最上の数字で、それが重なる大変めでたい日とされています。旧暦ではちょうど菊の咲く季節であることから菊の節句とも言われています。さあでは高野さん、次回のテーマ教えてください。はい、次回は2月の行事です。はい、では次もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。お話は沈黙の大臣ギフトランド店副店長高野晴美さんでした。では午前様クイズの当選者の発表いきましょう。はい、今日は会議のテーマ明かりの話ということで、アニアさんから問題を出しました。うん、アニアさんが初めて福岡の平和大球場にナイター試合を見に行った時にとっても感動した。はい、それは一体どうしてか。はい、芝生の美しさに感動した。うん、綺麗だったですね。あれはあれ、照明当たるとね、より一層綺麗ですもんね。はい、そういうことです。さあこちらが当選者ですよ。ラジオネームラブラブオットさんです。川中醤油の芳醇天然かけ醤油ボトル、減塩タイプボトルと季節のおすすめをお送りします。おめでとうございます。おめでとうございます。セリトス佐藤さんからね、私が北海道で勤務していた時、ブレーカーが飛んだ時にテンパールが飛んだけスイッチを元にせえやと
後輩に言ったら、まず広島弁に戸惑い、さらにテンパールというのがよくわからず、さらに戸惑ってて、後で説明したことがありました。はいはいはい。確かにね。そう、僕もし言われたら、僕も固まるかもしれない。何言うの？何言うと思う。しかも偉すぎに、早せえや言われて、何が、ね、そうそう。絶対だよね、知らない人はね。そう。これお互い知らない方も、後で聞いたら恥ずかしいですよね。いやいや、テンパるいうのはね、結構、ね、あの、麻雀なんかでも。あ、言うんですか？言う言う。あ、テンパタケリーチ行くわ、とかね。はい、あとね、最近の子は、緊張して舞い上がったことをテンパるって言うじゃないですか。そうそうそう、もうテンパってしまった、とか。うん、広島は違うんですよ。ブレーカーですよ。だよね。テンパる落ちたけ、飛んだけ、とか言って。どっちがいいかわからないけどね。まあ、広島は広島流でいいと思いますけどね。そうそう、小太一号さん。先日、知り合いの塾の先生をされている方から聞いたんですが、今日から生徒さんの中学受験の引率で東京へ行かれるとのこと。コロナ感染者が増えている中、自分の感染対策だけでなく、生徒さんのことまで考えないといけないと思うと、大変な仕事だなと思いました。また子供たちもコロナ禍での受験は相当なストレスだと思います。精一杯の結果を出せればいいですね。いや、本当その通りですよね。もう、今東京まだすごいですもんね。すごいです、はい、広島もですけれども、広島もすごいけど東京まだまだね、ちょっと人数がね、はい、増えてますから、はい、あの受験生がいる家では、家でもみんなマスクしてるんでしょ今。なんかそうやった方がいいですよって推奨してるみたいですよ。僕のとこも今普段はやってますよ。あ、やっぱりアニアさんのやっぱり感染もあったから気にしてるのもあって。いや、それあると思います。はい。はい、私も、あの、母親と喋るとき、未だにマスクつけたりしますね。うん、まあ、ただ、ちょっとそろそろ、ここ最近ちょっと緩んできたけど、だいぶ。でも今もう家族内、家庭内感染が多いんでね。ですよね。まあ、注意するに越したことはないかもしれない。だから、うちは、あの、やっぱこう、おばばがいるから、風邪どうしようね、常に考えてる。おばあちゃまがね、はい、そうそう、ご年配の方がいらっしゃる家庭は、換気大事ですよ、とか。換気ばっかりしてる、一人で。じゃ、また風邪ひかないように、そっちも気をつけてください。いや、本当だよ。そう、だから風邪ひくよ、言うのに、やるんだもんね。いやいや、もうどっちも大切だから、うまいことね。そう。バランス取りながら厚着したりね、うん、気をつけてくださいね、皆さんも。いや、本当風邪だけが心配だよね。そうですね。はい、風邪どうしはいいけど。そう。こちらは、何でもミカボートさんがね、私はカープ貯金しよったんよ。春季キャンプを見に沖縄まで行くための。うん。うん。それが仕事を頑張る糧の一つでした。でも、もう3年以上行けてない。今年も断念。でもその貯金、貯まるどころかどっかへ歩いて行きよる。はぁ、よそ道行ってんだ。別の使い道がいっぱいありますからね。いや、だからよそ道それてんだ。そう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 。よく歩くことです。うんうん。いや、僕も、同じようなことです。アニアさん大体貯める目的あんまりないです。ないですね。そういう気持ちがないタイプですね。持ったら使えいうことですから。いいですね、本当お気楽で。親の教えですから。いやいや、多分親そんな教えしてないと思いますよ。親の教え。怒られます、天国から。あ、でも今キャンプ行けないから寂しいっていうファン多いでしょ。ですよね、多い多い。あの電話かかってきてね、はい、アニアさんいつ頃から行くの言って、あのやっぱこう聞いてくれる人も何人かおる。まあね、うん、はい、まあ、あの一応お客を入れるとかいうことも言ってますけど、なかなかちょっと県外の人とかはね、入れにくかったりとかあるみたいですからね、はい、うん、まあしょうがない、我々カープファンは広島から選手にエールを送ろうと、そういうことですね、うん、まあ、あの各テレビ会社のね、はい、ニュース見ながら応援しよう、はい、まあ、RCC テレビとかラジオから情報仕入れましょうよ、そういうことね。、はい、明日からカープキャンプです、キャンプ、はい、楽しみにしてます。お相手は桑原しおりとアニア・ソアチでした。